どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいんですけども、まずね、JAL なんですけども、羽田からシンガポール路線ですね、こちらね、セブンが設定されまして、またね、ファーストクラスがですね、設定されているっていう風になりまして、こちらね、導入期間が2024年の1月の1日から1月の31日までということで、かなりね、期間短いわけなんですけども、え残念ながらですね、 羽田からシンガポールをしたよね全てね。 空席待ちになっているわけなんですけども、シンガポール発のね、深夜便ならですね、まだね、5万マイルで片道ね、利用することができるということで、まあ、ネイサーチャージもですね、羽田からシンガポール路線ということで、片道ね、2万2000円ぐらいですね、利用することができるっていうふうになりますんで、気になる方はですね、ぜひね、利用してみていただければな、なんていうふうに思います。まあ、ちょっとね、設定期間短いので、利用できる方ね、かなり限られると思うんですけども、JAL のファーストクラスね、トリプルセブンのファーストクラスっていうふうになりますんで、 非常にお勧めっていう風になります。これがまたね。5万マイルで利用することができるっていうのはね。かなりお勧すすめです。 そういうことで、次にね、行きましょう。ということで、次はね、えー、ちょっと画面切り替えさせていただいて、こちらですね。こちらですね、ANA マイレージモール。皆さんね、まあ、存在は知ってると思うんですけども、まあ、なかなかね、使う機会ね、ないんですけども、えー、楽天市場でダブルマイルキャンペーンということで、2023年、えー、秋ということで、今ね、開催されております。こちらね、非常におすすめということで、ANA マイレージモール経由で、楽天市場でね、お買い物していただくと、えー、ダブルマイルがもら キャンペーンっていうふうになっておりまして期間がね2023年の9月の1日から2023年9月の13日までねやっているということでこちらキャンペーンの概要はですね期間中に参加登録していただいて ANA マイレージモール経由で楽天市場をご利用していただくと通常200円につき1マイルっていうところがですね200円につき1マイルをですねプレゼントということで合計2倍のねマイルが獲得することができるっていうふうになりますんでこちらね 基本的にですね、楽天市場ね、利用されている方は、ポイントサイト経由でですね、楽天市場でね、購入していただいていると思うんですけれども、今回のこのキャンペーン期間中に関してはですね、こちらね、経由していただくと ANA マイルが1%でね、貯まるっていうふうになりますんで、ポイントサイトでですね、100円で1ポイント、えー、取れたとしてもですね、こちらの方がね、お得になるっていうふうになりますんで、ぜひね、 楽天市場ね、利用されている方で、ANA マイルで貯められている方はですね、このね、ANA マイレージモール経由でですね、楽天市場ね、利用していただければな、なんていう風に思います。利用条件とかね、普通のポイントサイトと一緒で、カゴに、ね、追加されたものはですね、対象外になるわけなんですけれども、この ANA マイレージモール経由でカゴに追加してね、購入していただければ、こちらね、マイル積算対象っていう風になりますんで、で、エントリーがね、必須のキャンペーンっていう風になっておりますんで、利用される方はですね、確実に キャンペーンエントリーねしていただいて利用ねしていただければなと思います。公式サイトね概要欄に載せておきますのでそちらからねエントリーねしてください。注意事項は特にないんですけども。 こちらね、楽天ポイントを利用して購入した商品した場合であっても、こちらね、マイル積算対象っていう風になりますので、これは非常にいい点ですよね。で、また、積算時期なんですけども、2024年の2月頃ということで、かなりね、あの、ボーナスマイル付与されるのはね、先って言ったがちになりまして、こちらね、えー、マイル講座グループということで、こちらね、期間用途限定マイルでね、付与されるということで、有効期限は2025年2月の28日までのね、有効期限のマイルで付与される。 るっていたになりますす月日もですね2023年の9月の10日ありますけれどもここもね対象になっておりますんでね非常におすすめって言いたがちになります。 それでは次ですね ANA マイレージクラブ会員限定で2023年ボーマリオットボンボイボーナスポイントキャンペーンということで、まあ、こちらね一歩の動画にしてないということは、えー、そういうことっていう感じでこちらですね定期的にねこの ANA マイレージクラブのねキャンペーンでねこちら紹介されてるんですけれども、まあ、こちらねプロモーションコードですね入れていただくとボーナスポイントがですねセレクトブランドで2000ポイントプレミアムブランドで1泊ごとにね5000ポイントも キャンンペーンなんですけれどもプロモーションコードね MR4 をね入れて、えー、検索していただくとですねこちらのポイントはねもらえるっていうふうになりまして、まあ、こちらね非常におす,すめのように見えるんですけれどもまあこれね正直言ってね 高いんですよね。ですので、現金との比較はね、必要になるわけなんですけども、まあ、セレクトブランドで1泊ごとにね、2000ポイント、えー、プレミアムブランドでね、1泊ごとに5000ポイントもらえるっていうふうになりますんで、一応ね、こういったキャンペーンもやっているっていうふうになりますんで、こちらね、覚えておいていただければなと思います。まあ、基本的にはね、あの、かなり高くなるっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、覚えておいてください。予約期間が9月の1日から11月30日まで、滞在期間が9月の1日から12月日まで、 31日まででとということでかなりねキャンペーン期間ね長期間やっているわけなんですけれども、まあ、正直ねあのかなり高くなると思いますんでこの点はね覚えといていただければなぁと。 思いますそれでは次にですねちょっとこちらにね画面戻して話しさせていただいてるわけなんですけどもマリオットボンボイで今ねターゲットオファーがね来ておりますですので皆さんねプロモーションセントラル確実にねチェックしていただいて今回ね来ている内容としては宿泊実績2倍キャンペーンもね来ている方いらっしゃるということでまたねボーナスポイント2滞在で5000ポイントがねもらえるターゲットオファーと先ほど言ったね宿泊実績2倍のねターゲットオファーがね来ているっていうふうになりますんで マリオットアメックスプレミアムカードがね保有されている方でマリオットボムホテルね宿泊される予定のある方はですねぜひねチェックしていただければななんていう風に思います。私はね安定の来ておりませんでしたのでまあ、私のね。 この視聴者の方でね、来ている方いらっしゃいましたので、ぜひね、こちらはチェックね、していただければなぁと思います。それでは次にですね、ウェスティンホテルなんですけども、こちらですね、ちょっとね、あの動画にね、ページを見せていいかわかんないんですけども、ウェスティンホテル東京ありますよね。こちら開業30周年に向けてですね、今ね、大規模改装をしてるんですよね。で、2023年の10月より、順次ね、ニューアルオープンということで、まあ、ウェスティンホテルですね、 クラブラウンジとかもね、ありまして、非常にね、おすすめさせていただいてホテルの一つなんですけども、こちらのね、ラウンジもですね、今後ね、最上階に移動して、またね、レストラン等々もですね、リニューアルされて、綺、え、麗、ー、になるのではないのかな、なんていう風に思っておりまして、ぜひね、こちら、楽しみにしといていただければな、なんていう風に思います。で、一つね、残念なお知らせがございまして、えー、2021年から2022年にかけてだと思うんですけども、私もね、ウェスティンホテル、年末年始、 あの大晦日からから、大晦日から元旦ね、宿泊させていただいて、えビクターズっていうね、 レストランで朝食ね、いただいたんですよね。で、朝からですね、えー、プラチナステータスの特典で、ステーキとかもね、いただけるようなね、レストランが、えー、最上階付近にね、あの、ビクターズっていうのがあったんですけども、こちらね、残念ながら営業終了ということで、2023年の8月20日をもってですね、こちらね、あの、閉店したっていう風になりますんで、まあ、館内リノベーションでね、こちら閉店しているのかと思いきや、こちらね、営業終了ということで、このね、朝からステーキ っていうのはですね今後ね利用することができないっていうふうになりますんでこちらもね残念ですけども覚えておいてねいただければななんていうふうに思いますそれでは次にですねこちらねベトナム航空のですねセールがやっておりましてこちらねハッピーボンザボッターデっていうのかなちょっと読み方わかんないんですけどもこちらですねセールがやっておりまして、えー 開催日はですね、2023年の9月の9日、それとね、ゾロ目の日ということで、10月の10日、11月の11日、12月の12日ということで、こちらね、日本発ベトナム行きがですね、往復運賃1万3000円ということで、まあこちらね、あの、ネイルサーチャージ等がね、含まれておりませんので、まあたいね、下の方を見ると、4万円ぐらいのね、価格になるわけなんですけども、まあ東京からですね、ハノイのね、エコロミー往復で万 9000とか、ね、ホーチミン3万9,000とかハノイ、えー、大阪ハノイ大阪ホーチミン東京ダナン東京ハノイ、えー、名古屋ホーチミンということでほとんどね3万9,000のね値段で、えー、利用することができるということでもちろんねこちら最安値にはなるわけなんですけども、まあ、こういった感じでですねベトナム航空でねセールやっているっていうふうになりますんでこちらね ベトナムで行きたいって計画されてた方はですね、ぜひね、えチェックしといていただければなと思います。こちらのせいでね、非常にいいのはね、え旅行期間が2024年の3月31日までということで、非常に長期間ね、やってるキャンペーンっていうふうになりますんで、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらですね、ビヨンド。まあ前ね、え軽くね、紹介したと思うんですけども、 新しいね、航空会社で、日本もですね、対象に入ってるんですけども、モルジブの直行便をですね、出そうとしている航空会社なんですよね。しかもね、こちら、なんと、全席ビジネスクラスということで、エコノミークラスがないっていうね、航空会社で、全席ビジネスクラスでね、 サービスね、提供されるこのビヨンドっていうのはですね、こちらね、来年から就航するんじゃないかみたいなね、そんな話だったと思うんですけども、2023年のですね、どこだったかな、中旬からえ開始になるっていうことが発表されたんですよね。もちろんね、日本はまだね、対象路線に入ってないんですけども、こちらね、モルジビの最初のヨーロッパの打ち上げ都市として、えミューヘンとチューリッヒ、こちらがね、発表されましたということで、えこちらねえ、とうとうね、2023年の10月 中旬ににでですすすね新規就航るるって言ってた感じになるんですよ、ね、まあ、ミューヘンとね、チューリッヒのみにはなるわけなんですけども、いや、まさかね、こんな早くね、初便が飛ぶと思っておりませんでしたので、まあ、非常にびっくりなわけなんですけども、まあ、今後ね、こちらは、東京と大阪からね、このモルジブのちょ直行便っていうのをですね、計画してるっていうね、話ですので、これはね、非常に楽しみですね。まあ、とはいえですね、先ほども言った通りですね、この、ビヨンドって読むのがちょっとわかんないんですけども、 この航空会社全、ね、席、ね、ビジネスクラスでまたねアライアンスに加盟しておりませんので、まあ、就航してもねあのビジネスクラスなんで今回ねこの対象便がねあの発表されてるんですけども4500ドルだったかな、はい、日本円で50万超えると思いますんで、まあ、かなりねあの高額っていうふうになりますんで、まあ、いつかねアライアンスとかが加盟したらですねちょっとね寄ってみたいななんていうふうに思うんですけども、まあ、現金決済ではですねさすがにね無理かなっていうところですかね。 ですけども、まあ、モルディブのね、直行便、すごい昔にはね、通ってたみたいなんですけども、まあ、日本からね、今出ておりませんので、まあ、非常に楽しみではありますよね。 それでは次にですね、プライオリティパスですね。先日もね、えー、話したと思うんですけども、プライオリティパスはですね、2023年の10月1日より、ラウンジ利用料金をね、1回32ドルから35ドルにね、変更するっていうのを発表したんですよね。それに伴いまして、えー、アメックスのね、プライオリティパスだけね、プレスリリース出ておりまして、えー、1回35ドルにね、変更いたしますということで、アメックスのプライオリティパスに関しては、同伴車料品がですね、えー、1回35ドルっていう風 で変更になりますんで、まあ、今まで32ドルだったと思うんですけども、まあ、今後はね同伴車両品ですね35ドルねかかるっていう風になりますんでこちらはね覚えておいていただければなぁと思います今のところねセゾンのデスクに聞いた感じだとセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードとかね今 同伴車料金ね、2200円で利用することができるわけなんですけども、まあこちらに関してはですね、今のところね、変更ないっていう回答だったんですけども、まあもしかしたらですね、2023年10月1日までにですね、このね、あの、アメックスがね、 今回変更してきたということで、まあ、セゾン等々他のねプライティパスね発行している会社も、まあ、同伴車料金ね上げてくるかもしれませんので、まあ、この点をね覚えておいていただければなと思いますひとまずねアメックスだけ1回35ドルにね変更が発表されましたそれでは次にですねスターラックス航空なんですけれどもなんとね2023年の12月からサンフランシスコ路線をですねこちらね新規就航するっていうのが発表されましたでまたですね 名古屋からね台北であったりですねまたねえ熊本から台北とかもねここら辺もね就航するということで日本路線もね強化されておりますのでこちらね非常にいいですよねでまたですねスターラックス航空っていうのはアラスカ航空のね特典航空券で発見することができるということでちょっと前にね解説動画出させていただいたわけなんですけども東京からね台北路線っていうのは、えー、当時ですね1万5000マイルでビジネスクラス エコロミークラス7500マイルですね、片道で、ね、発見することができたんですけれども、当時のね、あの外国のね、ブログとかはですね、え期間限定で、え片道7500、ビジネスクラス15000マイルっていうね、まあ表示がされておりまして、これがね、8月いっぱいで終わりますよっていう話だったんですけれども、ほとんどの木はですね、上がってるんですよね。 片道ね、ビジネスクラスで3万7千ですかな ?3 万二千だったかな, 32, たかなまあ結構上がってるんですよね。今まで1万五千マイルだったのが、まあ倍以上ね、上がっているわけなんですけども、こちらね、なんと、日によってはですね、まだね、1万五千マイルとかね、あの、1万マイルとかね、7500マイルとかね、こちらね、成田発だった だと思うんですけどもこちらねまだ残ってるっていう風になりますんでもしね台北行かれたいっていう方はですねアラスカ航空のねマイルで利用していただくっていうのもねかなりお勧めっていた感じになります確か JAL とかでもですねえっと関西だったかな はい。7500マイルでね、タイペ行けたりするんですけども、まあ、ネイサーチャージのね、関係もございますので、まあ、それを考えるとね、アラスカ航空のマイルで発見していただくとですね、ほとんどね、年差サーチかからないっていうふうになりますんで、まあ、5000円ぐらいしか買わないのかもしれないんですけども、まあ、ここはね、お好みはなりますけどもね、一応ね、この片道7500、ビジネス1万5000がね、まだ生き残っているっていうのはですね、ぜひね、覚えておいていただければなぁと思います。ということで、今回ですね、ちょっと細かく 細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。ちょこちょこね、この、あの、細かい話がね、大好きだっていうね、コメントをいただきまして、非常にありがたいです。この動画をね、作ったきっかけっていうのが、あの、一つのね、動画にはならないですけども、まあ、皆さんに知ってほしい情報をね、まあ、紹介させていただくっていうのはね、この細かい話ね、やり始めたきっかけっていうふうになりますんで、コメントいただけるとね、非常に嬉しいので、まあ、もしねだ、好きだよっていう方はですね、コメントいただければなぁと、 思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ